初代トヨタセブンが登場は1968年、当時日本の自動車メーカーは日本グランプリに自社製スポーツカーを送り込んで、その速さを競っていた。自社製スポーツカーを送り込んで、トヨタも排気量3リットルの V 型8気筒エンジンを積む自社設計の2座席オープンカーを送り込んで、68年の日本グランプリに送り込む。だが、ライバルの日産が排気量5リットルの R381 を投入してきたため、トヨタセブンは完敗を喫してしまう。だが、そこでトヨタは翌69年の日本グランプリに向けて排気量5リットルの V 型8気筒エンジンを新たに開発。このトヨタセブンは車体も作り直してトヨタセブンを進化させた。ところが日産はさらに排気量の大きな6リットルの R382 で対抗。排気量5リットルのトヨタセブンは V 型8気筒エンジンを新たに開発。トヨタは日産をさらに世界へ進出するため、トヨタセブンを大改造することにした。ところが日産は V8 エンジンには先進的なターボチャージャーを装備し、6リッターの最高出力は800馬力を突破。さらにラジエーターを車体側面にレイアウトした軽量コンパクトな車体も新しく開発した。さらに世界へ進出するため、この新しいトヨタセブンをトヨタは50年日本グランプリへ参加させると同時に、北米大陸で世界的な人気を博していた2座席スポーツカーレースカンナムシリーズに挑戦する計画を立て、テスト走行を開始する。さらにターボを備えたトヨタセブンは1970年時点で世界最強のレーシングカーであった。ところが8月、トヨタはスズカサミットでのテスト中にエースドライバーである川井実の事故が発生。トヨタはこの事故を受けて2ヶ月後の日本グランプリ参加を中止する。そしてガンダムシリーズへの挑戦計画も白紙に戻されてしまう。こうしてトヨタセブンの開発は打ち切られ、惜しくも一度もレースを戦うことなく姿を消したのである。70年時点で世界最強のレーシングカーであった。ところが8月、鈴鹿サーキットでのテスト中にエースドライバーである川井実が死亡するという事故が発生した。トヨタはこの事故を受けて2ヶ月後の日本グランプリ参加を中止。カンナムシリーズへの挑戦計画も発表されることなく白紙に戻されてしまった。トヨタセブンの開発は打ち切られ、世界最強のレーシングカーとして活躍するはずだったターボマシンは一度もレースを戦うことなく表舞台から姿を消したのである。